2013年から開催され、関西の高校生ストリートダンサーの最大の目標となっている高校ストリートダンス選手権、新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮し、より多くの高校生に少しでもチャンスを与えられたらとの思いで映像部門を開催。全国から寄せられた映像を厳正な審査の上、第一次審査では5チームが選ばれることとなる。さあ、ただいまよりこの映像部門予選大会ですね、結果の方を発表していきたいと思います。今から発表される5チームが決勝進出となります。今から発表される順番は順位とは関係なくランダムに発表されます。さあ、それでは早速発表の方参りたいと思います。高校ストリートダンス選手権2021映像部門決勝進出、1チーム目は千葉敬愛高等学校フリースタイルチーム、リディアン。ビヨンセもうザ世代なので、ビヨンセのメドレーですかね、全曲イエーイと思いながら聴いてました。結構曲がテンポよく切り替わったんですけど、しっかり見てる方を飽きさせないような流れはちゃんと途切れさせないっていう意味で、勢いが最初から最後までつながっててよかったなっていうふうに思いました。やっぱ作品の作り方として構成度を上手に使って表現してた部分と、まあ、あとは曲をうまいことちょっと失敗したらごちゃごちゃしてしまうのを作品としてうまいことまとめてたのが、逆にそれが評価は良かったと思います。決勝進出2チーム目は大阪府立専用高等学校、エルマ。全体の構成で隊列の作り方すごい美しく表現されていて、ですごいスピード感があったんで前のめりにこう引き込まれていったというか、でもちろんすごいチームでもうすごいこのダンスにかけてるっていうのもすごい伝わってきました。大人数ならでは の構成がとっても良かったなって単純に思いました。結構ジャズ寄りやったと思うんですよ。なのでフリースタイルっていうジャンルじゃない方がいいように思いました。これ多分フリースタイルって言ってしまってることでちょっと損する場面出てくるんちゃうかなって、そのジャッジする身として普段思ったんで、ちょっとジャンルもう一度皆さんで検討してみてはいかがでしょうかというふうに思いました。決勝進出3チーム目は北九州市立高等学校ビバップチーム、ノースナインステイツスイングス。ジャンル的にもね、その曲がそういうジャズの曲で、その曲にパワーがあるので、この踊ってる人たちからもすごいパワーがある踊り、画面上からもすごい元気が伝わってくるので、そういうなんかこう感情をなんかこう殺すんじゃなく表に出すっていう感じで踊ってるのはすごい高評価でしたし、その決勝に向けてもう少しそのまとまりの部分とか作品が見やすくなるように見せれれば映像的にもすごい評価は良くなると思うんで、でも今の感じが抜けないままなんか作品をまとめていってほしいかなと思います。でもすごいいいチームやと思いますので、決勝も楽しみにしています。全体のエナジーとかすごい楽しんでいるっていう雰囲気が一番伝わってきて、こう見ててこう楽しいっていうのが
すごい伝わりましたね。でビバップベースなんですけどブレーキも所々にパンパンパンと入れてきて、すごいだから余計に小気味に展開になって、すごいどんどん引き込まれていった。決勝進出4チーム目は静岡県立浜松東高等学校ヒップホップチームイルタイト。私はとっても好きでした。点数高めでした。なんかあのグルーヴ感とか、あの構成に頼りきってなくて、ちゃんとそのノリとかグルーヴ感出しながらも構成も面白かったので、私的には結構あっという間の2分半だったなというふうに思いました。で結構フロアとかも多かったんですけど、あの同じ回転がめっちゃ多かったんで、同じ後ろに回る方法が多かったんで、あれもう一個工夫するだけでもっと面白み出るのになっていうふうに思いました。このチームはあの今回一番ヒップホップフレーバーがにじみ出ていたチームかなと思います。いろんなフロアの使い方で、しかも展開もこう面白い展開をどんどんしていって、でもラスト部分で全員で立ち踊りをして、そこのグルーヴ感もすごく良くて、まさにそれを見せるためにそれまでフロアで展開してきて、一気にそこでテンションがグッと上がって、あのラスト締めくくったという感じがすごい見応えありました。それでは最後、決勝進出5チーム目は千葉 AI 高等学校フリースタイルチームラウビーズ。まあ、しっかり練習してると思うので、その完成度もすごく高く、作品的にもその緩急をつけた構成であったりとか、衣装を効果的に使ったりとか、まあ一番そのまとまってる感じで、映像の中からもしっかり伝わったとは思います。自分たちのダンスをやっぱりこのリアルで踊るのと映像になるっていうのって、映像になったら自分たちのスキルが見せきれないってやっぱあるじゃないですか。でもこのチームに関しては、あの最大限自分らの良さを出せるような映像の撮り方をしてて、とっても見やすかったと思いました。Bブロックの7番の KG クレセント、ジャズのチームが、場所とやってることがめちゃくちゃぴったりで綺麗かったです。体の使い方がしっかり、手先足先ちゃんとジャズって言い切ってるだけあったなっていう説得力が自分の中ではあったので、はい、結構高評価でした。あともうちょっとだけ近くで撮ってもよかったと思いました。ちょっとだけ遠かったかなと思ったんで、はい、でも良かったと思います。 B ブロックの2番のフライハイト、ブレイキングのチームも踊り出し一発目のフォーカウントで、そのここで踊ってる感、お腹でちゃんと踊ってる感がボンってきたのは、ここのチーム結構初やったんですよ、見てる中で。だからおっていう初めのつかみ、めちゃくちゃ自分の中で良かったなと思いました。でもきっと技決まる決まらんとかいろいろあって、最後惜しかったですよね。一番最後が決まってなかったからちょっと惜しかったなっていう印象なんですけど、出だしのつかみは結構私はちゃんとつかまれてたので、はい、あの後きっとこういう人たちがダンス界で後々会っていくんやろうなとは単純に思ったので、はい、皆さん引き続き頑張って楽しんでほしいなと思いました。まず1チーム目僕はサージェントですかね。そのしっかり踊ってて、その作品的にもすごい悪くなく、あのそれぞれがしっかりダンス音楽を感じて表現してるなと思います。その感じを、残しつつ、作品作りをもう少しなんか凝ったことをやるってわけじゃないかもしれないですけど、フォーメーション構成いろいろ練ることによってもっと自分たちの評価が上がると思うので、今の感じをキープしつつ、あのもっともっといろんな作品作ってチャレンジし続けてほしいなと思います。その B の8のスパンキーロコ、2曲目からがすごいこう良かって、その作品的には2曲目だけで勝負したら面白かったんかなと思って、でその1曲目が
何か自分たちの中で思いとか意味があるんかもしれないですけど、作品でトータルで見た時に1曲目の意味が何かなって、だったらこれ省いて2曲目だけで勝負したらまとまってるし、全員がちゃんと踊れてたのでもっとなんか評価は上がってたのかなと思うので、ちょっとそのね、そこが汲み取れなかったかもしれないですけれども、なんかこう作品、僕らもそうなんですけど、作る時ってあれもこれもやりたいってなったらごちゃごちゃなるんで、最終的に削っていく作業をどんどんしてまとめるんですけど、なんかそのちょっとこう作品を作る時に全体的な流れ構成考えた時に多分見えてくるものがあると思うんで、せっかくいい踊りできてるので、ちょっとなんか作品作りをこれからちょっとチャレンジしていけば、コンテストでも高評価が得られると思います。惜しかったチームは B ブロック7番の KG クレセント、もうザ・ジャズって感じで、すごい大人数だったんですけど、構成もすごく考えられてて、すごい非常に流れも良くて、すごいルーティンもタイトで、良かったです本当に。でラスト部分のターンの合わせもバッチリ決まっていて、本当にこれ全然入賞してもおかしくなかったチームだと思います。 B の12番の芦屋学園ストリートダンス部、曲がもうヒップホップの大ネタメドレーで、もう僕もすごい聴いてた曲なんで、スッとそこで入ってきて、で男女混合だったけどすごいグルーヴ感もあっていて、でルーティンもすごいタイトやけど、すごい個性を出すところが何箇所かあって、すごい爽やかにザ・青春ヒップホップっていう感じがすごい見やすくてよかったです。 A の10番のサージェント、最初の立ち姿からすごいなんかかっこよくて、で音編もすっごい細かくされてて、それにすごいいいヒップホップしてたんですけど、もうちょっと一人一人がスキルが上がったらもう全然違う感じになるんで、そこ頑張ってほしいなと思いました。ということで以上5チームの決勝進出が決定しました。おめでとうございます。そして今回映像部門に参加していただいた全てのダンサーの皆さん、お疲れ様でした。コロナ禍の中、何かと制限のある中、高校生としてダンス部のメンバーとして改めてダンスと向き合い成長を遂げる、そんな時間を仲間と過ごされたんじゃないでしょうか。我々も高校ストリートダンス選手権をはじめ、チャレンジできる環境を今後も提供していければと思います。それでは高校ストリートダンス選手権2021映像部門予選大会、これにて終了します。